から帯の締め方をご紹介します。まず帯板を縦締めの上で留めてしまいます。それから帯を巻きます。3回巻きます。はい、手先を出して後ろに持ってきます。下ろした手先を上から仮紐で留めて前に持ってきて留めます。大根後ろ出して帯枕で蓋かけして留めて、よいしょ。この下線を決めます。大体これぐらい、そうですね、止めて、そしたらお太鼓が決まったので手先を迎えに行きます。しっかり結びます。よいしょ。で最後帯揚げを横からかっこ悪く出てないようにチェックしつつ、この帯枕の紐を隠しつつ、なるべく中央のところを広く取って下で締めます。